機械道場の YouTube の初期から見たって、はい、まあ、言いたいことが山ほどある。お前言いたいこと言えよ。言いたいこと。機械道場足回りの思いがあるんだろう。全然って言っても俺見たことないし、あ、私が分からん。俺指折れてるぐらいがちょうどいい。待って待って、めっちゃ舐められてる。はい、おはようございます。お疲れです。前回の動画見てほしいんですけど、まあ、前回の動画たまたまね、いけちゃういけちゃうっていう話が出たので、ちょっと方向性急にあれだけど、もともとオカメとお前を呼んだきっかけ、視聴者の皆さん、はい、まあ、ここはもう塗り替え道場の YouTube の初期から見たって、はい、まあ、言いたいことが山ほどある。ナイス。塗り替え道場の足場の YouTube で、ね、どういう気持ちなの。本当に同じ足早として足元見えないとこもあるでしょ。そういうのは別に思わないで、言った方が面白いからね。確かに言った方がいいかもしれない。言った方が面白い。大したことね。だからオカメとタケは本物でしょ。ただ見れしいでしょ。甘えとんだーって思わ。どう思って、どう思う。めっちゃけ昨日なんか動画でなんか悩んでた。だよ。なんか俺はちょっと仕事がうまくいってなくて、自分が頭の現場でみたいな。あ、病院ってほら前やな。あ、そうです。人があんまりうまく使えてない感じ。その時どう思った。誰もが考えることそこにみんなぶつかると思う。それって最初でしょ。最初の壁だよ、あんな俺が聞いたの。お前の言い分もあんな。本当は残業しなくてもいいのも、残業になっちゃったとか、無駄な人数がかかっちゃったとか、そういうのちょっと悩んでて、で、翔さんに相談してて、まあ、その時たまたま YouTube があったんですけど、ぶっちゃけ楽さで言ったら、誰か職長がいてついていく方が絶対楽だ。それは間違いない。間違いない。絶対間違いない。それはほっとけばだって、その人もやってくれるんだもん。間違いない。段取りとか。いざ自分がやりだすと、もうちょっとなんか絶対削れる部分があるよっていう悩みがあって、うまくいってなさすぎて、翔さんに、俺ちょっと無理です。そうするの？ちょっと迷惑かけてるし、だったらちょっと変えてください。なんでやめたいと思う。それでなんか迷惑かけてるから、もっと頑張ろうってならずに、もう降りますわっていう気持ちになったの。なんでやろ。一番までやってないじゃん。もっと頑張ろう、もっと頑張ろうしかないから、金もいらんからやってくださいとか、なんか俺らの時代ってそうだよね、職人って。頑張るしかないから、頑張ってたから。申し訳なさが一番ですよ、親方に対する。親方って俺翔さん。ああ、俺じゃない。僕ら、チャットワークってシステムあるじゃないですか。あれ終わった時間が分かるんですよ、その現場が。なんで、じゃ例えば5時に俺の現場が入ってない、そのチャットワークの動画とか、そしたらみんなバンバン電話かかってくるんですよ。おい、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。それで余計テンパるんですよ。いや、今ちょっとやってるからもうやめてくれって思うんですけど、そういうテンパりとか、なんか余計なことも考え出して、じゃあ本当は6時に終わったところが、ちょっと余計な時間かかったりとか、正直言ったら電話のその何秒だって、30秒でも誤認したら、150秒で2分ちょっと無駄になるから、で、その分遅れるし、終わった時間とかも、向こうはもちろん心配でかけてくる、それも申し訳ないです。分かるっちゃ分かる。分かるっちゃ分かる。さっきでももっと違うこと言っとったよね。何じゃ図面が描けるかけんかった。ああ、そうそう。その話聞いたよ。図面が描けんかったな。図面が描けなかった。だからダメだ。図面描けないですよ。カスって言ってた。カスって言ってた。なんでなんでしょう。それって足場図面ですか。いつも描いてるんですよ。で、じゃ現状行って。現状誰から行くじゃん。現状をもとに足場が繋いで、じゃあ僕らの書かない人もいるじゃないですか、会社によって。こいつはその書かない会社でできるというだけであって、図面を書く人たちがいる会社に行ったらそいつやっぱり図面書いたら早い。全然違う。で、それで書けばらとか行くじゃないですか、図面書いた状態で。書かない状態で行くから、ある程度のそのざっと材料だけ積んでいける。
で、余ったトラックでバラしみたいな。あー、なるほど。で、その邪魔なものをトラックから下ろしたりしないといけないです。積むために無駄な時間かかるじゃないですか。けど、図面書いて数もきっちり書いて出して、そのまま掛け行って、そのままバラしいけど、トラックの2台ゼロの状態で行けるんです。あでなおかつ現場で考えなかったですね。ああ、まあそうだね。効率がいいのよ。その極論なんですけど、現地を行く人が他の人なわけじゃないですか。でその人がちょっと見落とした、ここ木が生えてて足つかないとか。でもし2軒目の賭けで、ここは違う材料じゃなきゃいけなかったなってなった時、どう対応するのか。そういうのも全部頭の中で考えて、どんな風になっても対応できる状態で最低限の材料を取るわけ。まあ、僕らはざっくりで現場行くんで、家の長さ、高さだけ見て、で写真見て、材料、あこれこれこれいるな、でざっくりでいっちゃうんで。まあでも、絶対かける方がプラスにはなると思う。まあまあそうです、うん。っていうのはだって、前日に1時間2時間別で使ってない。1時間2時間自分が時間使ってるから。で、それは2時間短縮されるわ。書くイコールさ、現場を想像しとるじゃん。そうそうだね。それが大事だと思う。でもそれで短縮されるのって30分でしょ。けどその30分って結構でかいじゃない。受け負いやってるからそれできる。そうです。受け負いとやっぱりの違いだってできないんだよね。だから3人で組から行って残業代もらってくれ、いいやん。でもどっちがいいのかですね。その自分がやったらやった分もらえるのか、1日決まった額をもらえるのか、変な話、安定じゃないですけど、毎月大体同じぐらいの金額もらってやっていくのか、やったらやった分もらえるのか。11日ちょうど東京行く予定あるんで。本当に無理だったら無理って言うかんと、本当に来るだけ来る。まあ12年もいいよ。12年行ったら12日でもいいよ。よかったじゃん。勉強になるし、俺もそういう今の話聞きたいし。めっちゃ嬉しくない？めっちゃファンなんですよ。このまま横浜して。やる？全然やります。でもまあいい男なんじゃない？マジでいい男っすよ。コミュ力はなさそうだね。そう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 。コミュ力はないですけど。で塗り替え道場は家族だ。マジでめちゃくちゃいいやつなんで。男が惚れそうなタイプ。あそう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 。胸張って、ね、紹介できるっす。筋は通ってるっす。ただコミュ力がないだけっすね。まあコミュ力ないのいつまでも甘えとったな。ここで俺らがコミュ力だったの。何あれ視聴者で会いたいって言ったの。全然喋んないじゃん。なんであんなやつに呼ばれたのって言う可能性もあるんだ。それもそう。そこにも甘えたら。だから自分が褒めるのつけるのを大切な仕事だし。これから勉強してる。今年の目標。今年の目標。髪の毛切るために何が一番仕事してるか。オリオンの証拠書。いけちゃうもん。いけちゃう。いけちゃう。いけちゃうもん。いけちゃう。お前言いたいこと言えよ。言いたいこと。振り返り道場は島には思いがあるんだろう。俺なんで勝てますよってことを伝えられよ。特にないんですよね。特にないんですよ。ただ面白くて見てるんだよ。ただ足場の動画だから見てるってだけ。でも足場以外の動画とかもあるじゃないですか、ドッキリ。あ、それも見てます。見るのがルーティン。全部見とる。朝5時半から見る。あ、今。あ、そう。リアルで YouTube 見とって、岡部のことどう思う？ちょっとだるいなとか思われるか、あ、この子すごいなとか、ぶっちゃけどそれをこいつ担当する。正直大したことない。足場は全然。余裕で勝てるっす。足場は全然。余裕でこいつ。足場は全然余裕。全然って言っても俺見たことないし。あ、足場わかる。だったらでも今から乾杯って思う。お前指折れてるぐらいがちょうどいい。待って待って。めっちゃ舐められてる。何もわかんない。見たことない。ガタイはデブだから。でも、まあまあいい。めっちゃいいガタイしてる。腕触ってる。腕で俺わかるから、大体。最初分からない。大したことない。俺だな。そこまで言うなら11日仕事見に行きたいな。俺作業着で行ってもいいし。ああ確かに。なんだ。あ東京行くなら現場見せてもらえよ。え連絡交換した。あしました。あじゃあ現場呼ぶんで。あでも現場じゃあ俺昼間用事あるもんで。お前昼間現場行くっていうのどう？ああ仕事してるからですね。
おう、あり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 やクリフできるの、ね、あでもできますよ見たら分かるんちゃう、でもやっぱり見たら一発で分かるでしょ、うんうん、足場対決始まるっすよ、ね、おい、どうか、待ってるわ、だから本当にもうガチで1月11日、まあ、どうなるか、でもこの動画公開されてるってことは1月11日に面白いことがあったの、視聴者の皆さんが、まあまあ、これ多分1月11日以降にこの動画見とるけど、次の動画は1月11日撮影してるけど、でも本当にガチで面白いことが11日にあったんです、だったらこの動画公開します、撮ってみないとわからないです、うん、それでいいかな、あそれで行きましょう、行きましょうか、それで行きましょう、お願いします、じゃあ視聴者の皆さん、足場会まだまだ盛り上げて、はい、この動画を見とるってことはもう本当に、まあ、次の動画も確定しますので、はい、ぜひチャンネル登録、はい、いいね、はい、よろしくお願いします、お願いします、あなた、皆さん、足場の買取、はい、全国買取してますので、ぜひ買取、公開買取してますので、はい、ぜひ買取よろしくお願いします、お願いします、せーの、また見てね、カメラ見ろよお前、めっちゃカメラ見てたぞ。